俳句の可能性宇田清子どの子にも涼しく風の吹く日かな飯田龍太この国はどの子とは誰なのか風の吹いている場所はどこなのか現在のことなのか過去のことなのか 時間は午前なのか午後なのか、そのような説明が何も書かれていない。わかっているのは季節が夏であること、子供が複数いること、その子たちに涼しい風が分け隔てなく吹いているということだけである。俳句が散文や報道記事などと違うのは、 省略されている部分を読む人の自由な解釈で補って鑑賞できるというところである。この句を読んで、どの子にもとは自分のことだと思う人もあるだろうし、皇帝の木陰でクラスメイトとくつろいでいる時のことだと思う人もあるだろう。幼児の頃、海辺で遊んだ体験を 思い出す人もあるだろうそんな想像をかき立てる個々別々の言葉を一つにつないでいるのが「五七五」という定型と「涼し」という夏を表す言葉すなわち季語である。詳しい説明を省略する俳句には一句の柱となる言葉に季語を用い それを五七五という定型で表現するという基本的な約束があるこの約束を勇気定型と言いい俳句という因文を支える大きな力となっている涼しが夏の季語であることを知るには歳時期をくればよい幾度も 雪の深さを尋ねけり。正岡四季。雪が激しく降っている。重い病気で寝ている四季がわずかに見える障子の穴からその様子を見ている。どのくらい積もったのか確かめることができない四季は病室を出入りする人に積雪の様子を幾度も尋ねる。 今、くるぶしくらいまで積もったよ、とか、膝が埋まるくらいになったよ、などと聞き、庭や道路や公園に積もった雪景色を想像する。降る雪のことを詳しく説明したくても、定型という制約の中では全部言い尽くせない。そこを補うために工夫された方法の一つに、 がある。例えば冒頭の句でこれ以上は言えないという断念を表しているのが最後の「かな」であり式の句の「けり」である次に「きれじ」を用いずに一句を完成させた俳句を紹介しよう「とび箱のつき手一瞬冬が来る」 友岡司教初頭の体育館で体育の飛び箱練習をしている瞬間をカメラに捉えたと思えばいい。飛び箱に手をついて空中に飛び上がった。その一瞬、宙で触れた澄んだ大気に冬だと感じたのだ。飛び箱のつき手一瞬と冬が来る。 ことは無関係だが作者の感性はこの2つを1つにすることで初頭のきりっとした季節感を出すことに成功している一瞬を冬という長い時間につなぐことができるように短い時数でいろいろなことが表現できるところに俳句の可能性が秘められているタンポポの ポポと綿毛の立ちにけり。加藤周尊。この句を声に出してみるといい。ポポという時の唇の丸い形と声の響きがたんポポの丸い綿毛の軽やかな様子をよく表していることに気づくだろう。声に出して読むことで言葉が 生き生きしてくるのも、陰文の特徴の一つである。その特徴をさらに生かしたのが、次の句だ。分け入っても、分け入っても、青い山。種田三頭花。放浪の俳人と呼ばれた三頭花は、一人で全国を暗揚する旅に出た。 繰り返した言葉のリズムが山道をひたすら進む歩調に重なり読者を共に歩いているかのような調子に誘い込むこの句は五七五の定型をはみ出しており季語もないこのような自由な音律の俳句を自由律俳句と呼び季語のない俳句を無記俳句 と読んでいる。約束が多くて、俳句は難しいと思われるかもしれないが、ここに取り上げた俳句には、特別なものは一つも出てこない。涼しい風、雪、飛び箱、タンポポ、歩くことなど、私たちの身近なものばかりだ。関心を持てば、 教室の窓から見える雲も、風に揺れる草木も、道端の小石も、虫も、友達や家族も、皆俳句の主役になってくれる。俳句を作るとき、うまく作ろうと思わなくても、目を止めたものに、こんにちはという挨拶の気持ちが伝われば、その気持ちはおのずと俳句となる。 気に入った風景をカメラで撮るような気軽な感覚で自由に俳句を作ってほしい。出来上がった俳句はその瞬間の気持ちを鮮やかに映し出した作者だけの大切な記録となるだろう。